はい、どうも皆さん、こんばんは、Nboy でございます。いやー、1.4ね、めちゃくちゃ面白かったですね。はい、ま同時視生配信していてね、まあ、非常にこう、たくさんの方にね、集まっていただきまして、最高が1200人超えたのかなはい、もう本当にね、えもうやっていて面白かったですし、皆さんもね、盛り上がっていたので、もう有意義な時間をね、遅れたわけではあるんですよ。ちょっとまあ、5時間半ぐらい喋ってたんで、少しあの、声がね、枯れてるかもしれない んですけどまあ今回早速ねそんな1.4大会をまあ振り返っていこうと思いますこの結論から言うとめちゃめちゃいい大会でしたはい本当にもうね さすが新日本だなって思ったんですけど、まあ、早速で振り返っていきましょうか。で、ま、ここには書いてないんですけど、その第0試合っていうのがまず、えー、KOPW のね、えー、争奪ニュージャパン乱暴がありまして、まあ、こちらの結果的に言うと、えー、グレート王冠選手と、石森大二選手と、あと、陽選手と、えー、矢野徹選手の4人っていうのが、えー、最後の4人に残って、まあ、その次の、 え、決定戦に進出を、まあ、決めたわけではあるんですよ。で、この、まあ、KOPW のサプライズとしては、まずその、道の区病ですから、ライト選手と、で、えー、さらに、飯塚隆選手がね、えー、やってくるという、まあ、サプライズが、え、あったわけではあるんですよね。はい。まあ、飯塚選手がね、久しぶりに5年ぶりぐらい,ぐらいに、まあ、新日本プレスのリングに上がったということで、まあ、これは非常に、え、まあ、驚いたね、サプライズかなっていうふうには思いますね。 ま、そんなことがありながら、えー、第一試合ですよね。こちらが、IWGP のジュニアタッグ王座戦で、まあ、結論から言うと、これは TJP 選手、えー、秋田選手組がね、リュウドにま、勝利したわけではあるんですけど、まあ、この試合はやっぱりその TJP 選手っていうのが、まあ、一体どんな感じで来るのかっていうのが、まあ、一つのこう見どころかなというふうに思ってたんですよ。で、こう、蓋を開けてみると、なんかこう、ザ・フィンドみたいな、なんていうんですかね、こう、口がトゲトゲしていて、まあ、目が 真っ赤で、まあ、皮膚がただれているような妖怪とか、まあ、結構サイコホラー的な、まあ、怖い感じの、まあ、TJP 選手で来ると。でなんかその技っていうのも一応普段 TJP 選手がえ使ってるような技を使ってはいるんですけどなんかこう相手の血を吸って、まあ、それをこうミストみたいに吹きかけたりとか、まあ、明らかにこう狂気性が。 えー、増しているわけではあるんですよ。まあ、その勢いのまま、まあ、TJP 選手というのが、えー、ドリダ・モロニー選手から勝利を収めたということで、まあ、この TJP、強気の TJP というものが、えー、か見えた試合かなっていうふうには思いました。なんかバックステージでは普通に、あの、マスクを外していたらしいんで、まあ、なんかもう、その裏切りとかの心配なさそうではあるんですけど、まあ、ちょっと TJP 選手はかなり、えー、まあ、クレイジーになっていたというのがありましたね。 え、お次はね、えー、第2試合、こちらが、えー、NJPW ワールド認定 TV 選手権試合で、えー、田棚橋博史選手バ s サスザック・セイバー・ジュニア選手で、こちらこれ結論から言うと、まあ、棚橋社長がね、えー、見事に、まあ、勝利を収めるというわけで、まあ、ザック選手、残念ながらね、こう、16回ぐらいずっと防衛してきた、まあ、t b 大田というものを、まあ、ついにこう、手放して、しまったわけではあるんですよ。まあ、最終的にこう、丸め込み合戦になって、 とかこう、社長がね、えー、ギリギリ丸め込んで勝利したって感じだったんで、まあ、ザック選手の格が落ちるような負け方ではなかったんですけど、まあ、それでもやっぱりね、こう、負けでは負けですし、まあ、本当ザック選手の象徴的なベルトを、まあ、落としてしまったわけなんで、まあ、今後、ザック選手は一体ね、どういう方向性に向かっていくのかというところが、まあ、気になる部分ですかね。で、社長は本当に、田中社長はね、 これ、ネバーの6人と、えー、まあ、TBO ザーの2冠統一、2冠を達成しながら、まあ、社長もね、やっていくという非常に、ま、忙しい立場だとは思うんですけど、まあ、本当にね、えー、おめでとうございますということですね、こちらが。えー、次がね、えー、第3試合、スペシャルシングルマッチで、えー、辻選手、バーサス、上村選手。こちらはね、えー、上村選手がカン抜キスープレックスホールドで、まあ、勝利を収めたわけではあるんですよ。これ僕、正直ね、結構意外というか、まあ、 辻選手は勝つかなと思ってたんですけど、いがやい,やいや意外とあっさり上村選手が、ねえー、勝利を収めたんで、ちょっとこれ辻選手からするとまあ残念ではあるんですけど、まあ、上村選手は本当に、えー、これチャンスというか、リベンジですよね、あのー、やり返したなっていう感じがしますね。 お次はね、えー、第4試合、こちらがタックマッチで、えー、海野翔太、えー、清宮海斗、えーサス成田連イーリルということで、まあ、この試合は正直ね、まあ、荒れるとは思ってたんですけど、だいぶハウスオブトーチャー組が、まあ、乱入、介入、散々駆使して、まあ、最終的にこ成田選手というのが、まあダブルクロ、ダブルクロスからの、あとあれですよね、そのプッシュアップバーに、まあ、鉄板巻きつけた狂気、狂気を振り切って、まあ、海野選手から勝利を。 収めるというかなり荒れたというか何ですかね、言ってしまえば、試合が成立していないような試合になってしまったわけではあるんですけど、ハウス部当時からすれば、その1.2の借りを返した形になりますし、成田選手からしても、やっぱり海の選手を地獄にね、叩き起こすってことを言ってたんで、それが実現できたのかなっいうふうには思うんですけど、果たしてこの続きはあるのかどうかってところが、結構気になるところではありますね。 お次はね、え、第5試合、こちらが、え、ネバーの無差別級選手権試合で、え、マトンガバーサス高木信吾で、こちらがですね、結果から言うと、え、マトンガ選手がね、え、勝利を収めるというわけで、え、高木信吾選手は残念ながら、え、防衛失敗ということですね。はい。まあ、今回ね、まあその結論から言うと、まあ、ベルトが全部移動するわけではあるんですけど、まあ、僕もこれは正直ね、高木選手が防衛するんじゃないかと思ってたんで、結構まあ意外でしたね。まぁ、あ、玉ちゃん、ただこの辺はね、 本当にね、あの、試合内容を見てもらったらわかるんですけど、まあ途中のその終盤の切り返しとか、まあお互いがこうね、えー、起き手破りのことをやったりとか、あの、玉トンガ選手がこの、なんですかね、えー、ブラディサンデーからの、まあ、スタイルズクラッシュをね、えー、使ったりと非常にまあ、エモい部分もたくさんあったんで、これはもう本当に試合内容非常に高レベルで、えー、面白かったですね。全くタマトンガ選手が勝利しても違和感ないし、卓ャ選手を負けはしたんですけど、全く格が落ちないような感じだったんで、 さすがただなんかこう試合が終わった後に、まあ、どうもタマトンガ選手というのが、えー、来月でなんかその新入プレスと対談してしまうような発言をされてもいたんで、まあ、ちょっとその辺は気になるんですけど、まあ、この辺りはまた別の動画でね、えー、じっくり話そうかなとは思います。 お次はね、第6試合、こちらが IWGP タックと、ストロングの無差別級タック選手権試合で、えー、ビシャモンバーサス GOD なんですけど、こちらはまあ GOD 組が、まあ9分47秒で勝利を収めるという結構まああっさりめの試合ではあったんですけど、何、まあ、ですかね、この試合の、まあその注目ポイントというか、この試合が始まる前に、元まあ WWE のエクネメス選手というのがね、これ会場をやってくるんですよ。 なんかこれは絶対何か裏があるなっていうふな、まあ、感じもしたんですけど、まあ、この試合では特に何もせずにただ感染者として、まあ、感染をしていると。 え、第7試合で、まあ、IWGP のジュニアヘビー級選手権じゃ高橋いろ選手、バーサス、まあ、エル・デスペラード選手という試合がありまして、まあ、こちらもね、非常に、ま、いい試合でした。で、これは正直、高橋いろ選手っていうのが、まあ、このままね、えー、ジュニア最多防衛記録を更新するのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、デスペラード選手のこの、あの、終盤の畳み掛けっていうのが本当にすごくて、えー、最後もう本当垂直落下式の、え、リバースタイガードライド からのピンチこっていう,もうとんんででもないフルコースでえー仕留め切ったんでいや、これはさすがにヒロム選手でも無理だわっていう、もうほんと説得力溢れるえ流れで決め込んだんで、まあ、デスペアード選手本当にね、ここは素晴らしいなっていうふうに思いましたね。で、ヒロムちゃんに関してはこれ残念ながら、まあ負けてしまって、最多防衛記録もできなくなっちゃいましたし、ちょっと内藤選手のね、ジュニアヘビーの、まあ王者対決もできなくなってしまったんで、まあ結構手痛いミスかな、ミスというかけま かなとは、えー、思いますねと次はね、えー、第8試合、こちらが IWGP のグローバルヘビー級選手権で、ウ、え、ィ、ー、ル・オスプレイ VS、ジョン・モクスリー VS、まあ、デビッド・フィンで、はいあの、結論から言うとですね、僕はこの試合っていうのが、えー、今回の1.4の、まあ、ベストバウトマッチかなっていう風にはちょっと思ってますね。はい ま、基本なんですが、ね、その 3-way って、結構そのやっぱ3人が入り乱れるんで、どんなにすごい選手3人が集まっても、やっぱりこう結構グダることが結構たくさんあったんですけど、まあ、この 3-way、しかもヘビーの 3-way に関して、ここまでクオリティが高い 3-way ってなかなか見たことがなかったんで、これは本当に、ね、あのー、マジでいい試合でした。で、やっぱそのそれぞれが、えー、自分の持ち味がありますし、あとそのそれぞれがそのフィニッシュムーブ決めたりとか、ま、それでもそのカットして、 え、割り込んでフィニッシュムーブ決めたいとか、そのお互いが拒否の量でやったりとか、本当に展開がスピーディーですし、まあよく言えば本当にまあ、えー、作り込まれた。で、しかもその、ちゃんとジョン・モクスリー選手がいるんで、その机とかもあった、まあ、リュケスとかいうバイオレンスな要素もありつつ、で、デビッド・フィンデー選手のまあ、そのなんて、ウォードックスの、え、介入もありつつ、まあ、オスプレイ選手の超人的な身体能力もありつつで、本当にこう全員が見せ場はありながら、最終的には、え、ー デビッド・フィンデー選手がオスプレイ選手から新技のオーバーキルで、まあこのエビが、え、オーバーキルで仕留めるというね、まあこの快挙を成し遂げると。結構この会場からやっぱ介入もあったんで、まあデビッド・フィンデー選手に対してブーイング飛んでたんですけど、僕は正直ね、この試合見て思ったのが、 やっぱりフィンデー選手が全然この二人に負けてないと、もちろんボクスリー選手と、まあオスプレイ選手とんでもないレスラーなんで、この二人のシングルマッチもめちゃめちゃレベル高かったんですけど、そこにやっぱフィンデー選手も全然食い込んでいけてたんで、やっぱりフィンデーはちょっと逸材だなっていうふうには、まあ思いました。ちょっと今はやっぱりその実績とか、まあそのなんですかね、まあ積極的っていう面では、さすがにこう二人には劣るんですけど、やっぱこのフィンデー選手はもう今後化けるなと思いますね。で、しかもやっぱ今回こういうふうに、 まあ、ベルトを巻いたんで、まあ、今後のフィンデー選手には本当期待したいですね。で、この試合が終わった後ですね、まあ、先ほど来た、えー、ニック・ネメス選手に対して、まあ、フィンデー選手が挑発をするんですよ。で、こう、ニック・ネメス選手も、まあ、それをやり返してたんで、おそらくこの二人っていうのが次対戦するんじゃないかなっていうふうには、えー、思いますね。え、そして次第9試合、スペシャルシングルマッチで、え岡田和バかサスブライアン・ダニエルソン。はい、まあ、来ました。正規のドリームマッチ。この試合もね、 めちゃくちゃ良かったです。はい。本当にね。まあ、あの、第8試合が MVP マッチではあるんですけど、えー、この試合はまあその、そっちとはまた違った方向での、まあ、MVP マッチかなと思いますね。その決して、その派手な技とか、その空中飛んだいとか、そういうのはなかったんですけど、まあ、その公約通りダニエルソン選手というのは、まあ、岡田選手の右腕を徹底的に破壊しにかかりますし、ま、あ本当その攻め方とかがえげつないし、もう、技、派手ではないんだけど、 見てていや、これ絶対痛いし、やばいわっていう的確な技をコツコツ積み上げていくんですよ。本当になんかこう、真綿でなんですかね、こう首を締めるみたいな、なんかそういう、なんかその堅実な攻めっていうのがありましたし、また、あ、岡田選手というのも、まあ強引にレインメーカーって流れを切り返したりとかありましたし、まあ最終的にはこう岡田選手が、まあレインメーカーで勝つんですけど、いやいや、さすが世界のブライアン・ダニエルソンだと、本当になんですかね、こう、ザック選手みたいな、えー、関節技の 強さを持ちつつ、なんかこう、なんですかね、こう、キックの強さもあったりとか、まあ本当にこう、説得力もあって、やっとやっぱオーラもありましたし、背もすごいちっちゃいんですけど、全然こう、岡田選手と並んでも見劣りしないような、やっぱ存在感っていうのがあったんで、いや、さすが世界のトップブライアン・ダニエルソンだなっていうふうには、まあ思いました。ただ結果から言うとやっぱ岡田選手がまあ勝利したわけではあるんですけど、こう、試合後はお互いにね、えー、礼したいと非常にこう、ディスペクトを示されていたんで、まあ本当にもう、 見ていて清々しい素晴らしい、えー、体勢だと思いますね えそして最後メインイベントこちらが第10試合の IWGP の世界ヘビー級選手権試合で、サ、えーダ選手バーサス内藤哲也選手と、はい。まあ、このメインは僕も結構ね、えー、動画で散々ちょっと弱いんじゃないかってことを言ってたんですけど、まあ、蓋を開けてみれば、まあ内藤選手が勝利するっていうのは予想通りではあったんですけど、いや、本当に試合内容僕ね、良かったと思います。やっぱサーダ選手に対して結構きつい目で、まあ厳しい目で、えー、見られる方多かったんですけど、 内藤選手が起きて破りの、えー、デッドフォールした時のその、澤田選手の受け身の仕方とか、あとまあその、試合の組み立て方とか、最後攻めの流れとかも非常に良かったんで、えー、僕はまあ真田選手はやっぱ非常に良いデいッサーだなってことは、まあ改めて認識できました。ただやっぱり今回に関しては、ちょっとやっぱ内藤選手がね、まあその観客の声援とかも圧倒的にやっぱ内藤選手が上だったんで、まあその辺含めて、まあ今年はね、今日は内藤選手の年かなっていうふうには、まあ思い 思いましたね、はい。では、それでね、えー、内藤選手が勝利したわけではあるんですけど、まあ、ここで問題なのが、本当に内藤選手はデハポン締めができるのかというところが、まあ一番こう重要なね、えー、ポイントではあったんですけど、まずこれ、イービル選手と東郷選手というのが、なんとね、えー、内藤選手のことを襲撃すると、これまたデハポン締めできないのかっていう風な不安がね、頭をよぎったと思うんですけど、まあ、ここでまさかの澤田選手というのが、えー、内藤選手のピンチを救出する そして最後、内藤選手が、えー、ついにファン待望のね、えー、デハポン大合唱寿命を完遂できたということで、まあ、今年の1.4は本当に大ハッピーエンドで、えー、終たのかなっていうふうには思いますね。はい。というわけでね、まあ、1.4いろんなことがあったんですけど、ま、あ本当やっぱね、全体通してみても、まあ、新日本プレス非常にレベルが高いと、その試合内容も、もちろん素晴らしかったですし、あと試合のクオリティもすごかったし、あとちゃんとこう、まあ、鉄板ではあるんですけど、 まあ、大多数の方がハッピーエンドと思えるような。 ま、ディアオポンジメですよね。そういうハッピーエンド感もあり、あ、ありましたし、まあ、しかも1.5でちゃんとサプライズ強のね、僕みたいなサプライズ好きな人たちも、ま、納得できるような試合も残していたりと、やっぱりこの新日本プーレスっていうのはちょっと、まあ、その、なんですかね、国内団体においてはかなりやっぱ完成度が、頭2つが抜けてるのかなっていうふうには、ま、個人的にはちょっとま、思えた、まあ、本当にま、素晴らしい,い,やいや大会だったかなっていうふうには思います。うん、ちょっとま、リマッチ多めですし、そのメインも弱いんじゃないかっていう不安は、 あ,あったんですけどまあその辺全部ひっくるめても本当にいやー満足度が高い非常に満足度が高いもう、まあ、僕のこの喉のカラカラぐらい見てもらったらわかると思うんですけどまあそれぐらい興奮して喋り倒してしまうぐらいの、えー、満足度が高い工業だったのでいや本当にね皆様ね、えー、お疲れ様でした選手の皆様もね本当にお疲れ様でしたということを僕はねまず言いたいなと思いますはいもそうそう喉が限界なんでね、えー、今日はこの辺でおしまいにしようと思いますまた時間の動画で会いましょう以上